言えば誰？気になる。ああ、主にこの独特すぎるパーソナリティが。だよね。やあ、あなたですね。キサラ君の優しさと人の良さと面倒見の良さにつけ込み、彼女を食い物にしているという悪魔のような DV 彼氏は。はしてるけど、お互い契約じゃなくて合意の上というか、まあ、食い物にはしてるけどね。微妙に肯定されるとは糾弾しにくいじゃないですか。どういうつもりなんですか。キサラ君をどうしようって言うんです。それはそうと、さあ答えてもらおうじゃありませんか。キサラの同級生、僕はこういうものです。